2023年最も厄介な投球に大谷、藤浪が選ばれる。メジャーリーグ公式サイト MLB.com では、2023年に各チームで最も厄介な投球と題して、全チームの代表的なピッチャー1名の決め球をピックアップ。そのうち日本人ピッチャー2名が代表的な球種と共に紹介されている。1人目は、やはりロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平だ。紹介された球種はエンジェルス加入以来、決め球として使われてきたスプリッターで、大谷は過去2シーズンでカッターと時速100マイルのシンカーをレパートリーに追加し、スライダーをマスターしたが、スプリッターは依然として彼の特徴的なピッチであるとフォーカスされている。日本人選手としてもう1人紹介されたのが、アスレチックスの藤浪晋太郎だ。最も厄介な球種として紹介されたのはフォーシームで、記者のデビッド・アドラー氏もスカウティングレポートしか情報はないというものの、大谷翔平の高校時代のライバルは、2022年の NPB で最も鋭い速球の一つを投げた。平均96マイル約154キロを超え、3桁100マイル約161キロにも迫るなどと評している。まだメジャーに加入したばかりで手強い速球と MLB 公式に取り上げられるなんて、期待と注目度が伺えるな。さすが藤浪のスペックポテンシャルをわかっている。才能は段違い。藤浪ってもともとは、山本由伸とかよりずっと化け物扱いされていたこと知らん奴ら多いな。大谷のように好きな時に投げるだけでいいなら、藤浪はサイヤング取れると思う。藤浪は化け物扱いされていただけで、山本由伸の方が実際には化け物だったんだよ。日本人離れしてるな。大谷とは身長だけでなく、リーチの差はさらにありそう。逆が見アンチのせいで、本当にサイヤングありそうな気がしてきた。藤浪や、100マイルすっぽ抜け、大谷、グアー、栗山、僕の翔平を返してよ。